病院へ連れて行くよ。T シャツがいい。T シャツが流行ってるって。そうなの？人の顔さ、顔の。年取ったらあんな歩き方になるわけさ、もうさ、別に歩いてるからいいよ。だから歩いてるからいいけどさ、もう体があの前に行ってるさ、あのだからあの前に前に夜それで、うん、あれであかろ、あの王子から渡さ、だからそれが何、ね、あのだからあの傾いてる勢いで歩いてるわけさ、うん、だからよ、だから気持ちが焦ってるわけよね、うん、早く行こう早く行こうしてくる、あれれ、足より足はもうついていかんから、体がついて、あの早く急ごう急ごうしてるわけさ、ちょっとさ、だけどさ、治ってるわけさ、あ、ゆき子もさ、うん、あの左の足が痛かったからさ、左に注射打って言ったけど、うん、右は痛くなかったけど、右も落ちますかとか入ってやったからさ、うん、注射したから右も痛くなるような感じになってったって、うん、で言うからさ、打たんでこうかなと思って。じゃあ、打たないって決めたら、お家帰ってきてから痛いとか言わんでよ。うん、だから、いや、ピップやる気番ぐらいはいいわけさ、左はもうとってもんだあるわけさ、重たいわけよ、何かがのしかかってるみたいに。僕は両今はさ、だから右も痛いけど左が痛いから気づいてないだけかもしれないもんさ、はい、だから両方打っといたらいいさって言ってるけど、頭も打てるんだったら打ったらいいさ。頭っていうの首筋だけ一本打つわけよ、うん、あとは脳には打たんよ、や、こっち皮がない、皮しかないのに、頭は聞いたらいいさ、頭痛いと思うの打つんですかって聞いたらです。この辺こめかめに打つって言ったら怖いよね。なんでよ、打つんだったら打ったらいいです。あとなんかその神経がある辺に入ってるわけさ、マッサージをしてくれるんだったらやったらいいです、うん、マッサージも やるって言ったらお金もかかるさ、いくらかかるかわからんよ、お金取るってよ。もちろん取るさ、それも保険が効くよ、一応は。あ、うん、病院だから保険効くわよ、でも1000円ぐらいじゃない、うん、分からんよ、普通は 2,3 千円取るさね、このほとんどから、うん、この病院さ、宮田と写真と注射とマッサージ、うん、でも言えないですよ、空いてるかね。そういえば携帯は持ってる？持ってるよ、持っておいるね、もうまだいないんだね、もしかしたら空いてないんだはずよ、クジラなんてビーしないんだはずよ、うん、だからさ、あともうちょっとさ、あと5分とか中に入ってる、足真っ黒しんどいや。じゃあ僕待ってた方がいい？はい、あれ、おじいうんしやで、空いてるかどうか見てきたりさ、ちょっと見てきてみようね、このオーディオは一緒せん、ちょっと行ってみよう、入ってるかな、あ、みんな車の中で待ってる、おじいづらい、さあ、空いてるでしょうか空いてるのでしょうか、空いてないのでしょうか、ちょっとしばらく待ってて、なんか待ってる人がみんなおじいおばあだね、なんかすごい朝から大変だね。
今日は、こんばんは。首と肩と背中あたりに注射打ったり、なんか薬もらったりで、なんか痛かったらマッサージしてきなさいっていう感じでやりました。で、はいよ、開いてるよ、開いてる。じゃあもうちょっと戻りよ、僕は。はいはいはい、一応開いてるみたいなので、じゃあ私はこの辺りで失礼しますか。写真をね、ちょっと撮ってきてってお願いしたんで、まあ本人が覚えてたら撮ってくるだろうし、で撮ってきてたらね、まああれか、公開するのはだからメンバーシップあたりに投稿して、こんな写真だったみたいよっていうのはやるかね、どんななるかわからないが、やってみたいと思います。いいよ、とうとうとう。はい、現場からは以上です。以上、オバドラでございました。